会準鳴子大賞、埼玉県知事賞に輝いた富士見町内会武蔵、武州武蔵の皆さんです。私たちは子どもから大人まで幅広い年齢層で祭りを楽しんでいます。今年のテーマはつがい、友好、対立と調和を竜と虎を模して表現します。皆様、熱いご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは富士見町内会武蔵、武州武蔵の皆さん、よろしくお願いいたします。会場の皆さん、こんばんは。こんばんは。地元朝霞市富士見町内会武蔵と申します。今日は前夜祭ですが、やっと最下祭の季節がやってまいりました。昨年度は準鳴子大賞という大変輝かしい賞を受賞させていただきました。今年はさらなる高みが見れるようにメンバー一同一生懸命練習をしてまいりました。今年のテーマはつがい。このつがいというのは2つのものが1つに1組になるという意味を持っております。竜と虎が一つになる様を、そして総勢130名が織りなす武蔵のつがいを、踊り子一生一生懸命演舞いたしたいと思いますので、どうか皆様の熱いご声援のほどよろしくお願いします。2024武蔵つがい、行こうか。荒ぶる竜神たける虎、交わぬ力がまみえし時、絆添えにしよう力に変えて、大いなる力とならん。
極定、観客の皆様の5000人感謝、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、前回